ンポン。イエーイ、視聴者の皆さん見てる？さて、今日の動画はリモートでのお届けになります。最近はオンラインでのコミュニケーションも当たり前になってきたからな。それぞれの自宅から動画をお届けするな。ついなちゃん。はい。お、ええ感じやな。こっちも問題なさそうです。オッケー。お次はゆかり先生呼びましょうか。ゆかりちゃん。はい。お母さん。どうもこんにちは。ゆかりの父です。お父さん。うっそぴょん。ゆかりのまっまです。わ、いつも通り面白いですね。あったー。あかりちゃん。相変わらず父でかいわね。お母さん。あったー。あなたがついなちゃんね。ドリルが可愛くて捨てドリルねーな。いる。いらんいらん。ところでゆかりちゃんはどうされたんですか？いや、さっき制服に着替えてくるって言ってどっか行っちゃってねー。あ、戻ってきた。もう何してるの、ママ。恥ずかしいでしょ。もうあんた何してんの、友達待たせて。着替えてたの？もういいからあっち行って。あらあら、寂しいわねー。まったく、ほんまなくええな。元気いっぱいなお母さんでしたね。いやいや、カメラには映らないでって言っといたのに。お菓子持ってきたわよ。お母さん。みんなも食べてねー。いやいや、リモートですからお菓子はいただけませんよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お母さん。じく、歪んじゃいました。そんな甘栗剥いちゃいましたみたいに言われても。もうお願いだから邪魔しないでよ。あらあら、ママも嫌われたわね。昔はママ大好きってべったりだったのに。まあ今も普段はそんな感じだけど。やめてー。こんにちは、ゆかりママです。いつも娘がお世話になっております。あんなアホな子ですけど、これからもよろしくお願いしますね。お母さん、もうやめてってばー。どんなくて羨ましいです。